スタジオの外にいらっしゃってまして、すごい、登場していただきましょう。どうぞよろしくお願いします。お願いします。いやいや、すいません、こちらこそ。お邪魔します。どうぞどうぞ、お座りください。失礼します。じゃあちょっと自己紹介の方を早速よろしくお願いします。はい、クリーピーナッツの R 指定です。 DJ 松永です。よろしくお願いします。すごい。いやいや、ちょっとクリーピーナッツさん、いやいや、すいません、ほんまにその、はい、なんていうんですか、ようあるじゃないですか、ゲストに好きなんですよとか、はいはい、そんなんほんまに度外視してマジで好きです。そういう社交辞令とかなしで。マジですか。そうらしいです。この AK レーシングさんの椅子が間に合ってよかった。このいい椅子に座っていただける。我々も座ってます。そうなんですよね。そうなんですよ。結構ラップね、あのラジオの中でもラップ話してくれてますね。 R さんの好きみたいです。いや、ほんまに。いや、2人でバトルしてるのも聞きましたよ。 R さんが聞いてるって聞いて五臓六腑が全部恥ずかしなりました。ほんまに。あんな違う、ほんまに。いや、うん、こいつはそんな知らないですよ、正直。フリースタイルラップとか、はい、全然。で、僕は UMB とかも、めっちゃもう、いや、ちょっとあんま言わんよ。じゃあその自分だけあげてよ。だから、その、はい、普通にラップせ、でも、好きな人からしたら、うん、もうほんま、だから一郎ですよね。フリースタイルラップ。まあまあ、一郎です。そんなことない。R さんのすごいの知ってほしいの、俺は。あ、いや、確かに確かに。最強なんですよ。その UMB という、うん、まあこれはもう当たり前の話ですけど、うん、はいはいはい。まあ言ったら M1。おぉ、うん、!M14 年連続取ってるからね。あ、え、4年連続？あの3なんですよ。まあファンちゃうやん。あら、あるさん。あら、なんなん。いや、3と4のボケ、そう、ボケ一番面白いんですよ。その価値観初めて知った。いや、まずはさん、今ほんまに流行ってるんですよ。流行ってんやん。3と4の。マジっすか。ついていけてなかったな。どうやらね、一番好きなんだよ。鎮座さんっぽいですよ。あれでしょ、フロー派でしょ。いや、結構ね、いや、結構ね、俺ね、男女見てますとか、R さん好きですって言ってくれる人おるんですけど、その人が実はほんまに好きな鎮座さんってパターン多いんですよ。多いわ。多いわ。多いわ。あれ、繊細やから。芸能人のラップ好きで全員鎮座さん好きだから。いや、そうなんすよ。鎮座さんも、違う、もういろんな引き出しあるわけですよ。鎮座さんが好きな引き出し。ね、だから別に、はい、だなんていうんですか、寿司、うん、寿司と焼肉を比べてたら、はい、これ R さんが鎮座さん選ばなダメじゃないですか。ほうほうほう。いや、俺はもう寿司、海ぐらい、そのいや、もうレジャーと食べ物ぐらい引き出しがちゃうんですよ。こういう気分の時は鎮座さん。いや、でもラップっていう一個のね、ジャンルですから、それはもう。それではもう比べられんぐらい、二人。まあ、松永さんもちろんクリーピーナッツさんの、完全に今配慮したじゃないですか。違います、違います。なんか松永さんの全然。いや、僕は今配慮されたなと思いましたね。違います。松永さんのビートもめちゃくちゃ好きで。あ、そうなんですか。でも、お前知ってるやろ、漫才劇場っていう楽屋で、もうクリーピーさんの、合法的の、あれですっごいフリースタイルバトルしてましたからね、あれでビートで。確かに。でも初めてね、その、記者会見ね、4月のあれで会った時にご挨拶させてもらった時に、合法的飛び方のすすめカラオケで歌いますってせいやさんに言っておっしゃってくださって、それね、なかなかいないです。まあ、確かにほんまにファンやと思います。そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとリアクションメールも来てるんですが、福岡県ラジオネームララバイ。この番組が始まった当初、せいやさんはR指定さんとバトルしたいと吠えていたのですが、やめろやめろ、燃やせ。それに、せいやさんが持っているとっておきのパンチラインは、せいや令和のみです。まあ言ってたな。言ってた。令和成り立てで、いや、R さん聞いてたんすか。聞いてました。ほんまに。でもその、フリースタイルバトル、バトルっていうのは、やっぱりこの、言うても素人のせいやと、R指定さんが、仮に戦ったら、圧倒的に差がやっぱつくもんなんですよ。当たり前やろ。いや、でも、いや、やってみないと。いや、もうやめましょう。ほんまよくない、よくない。よくない。で、マージャン。マージャン、当てた。マージャンとかやったら。嘘や。うわ。じゃあ、先行は。うわ、じゃあ、いきますか。最初、まあ、挑戦者が先行。じゃあ、僕いいですか、じゃあ。うわ、こんなんやってる。うわ、すげえ。頑張れ頑張れ、いけいけいけ。正直 R、
俺本当にこの仕事夢ある。今そう思ってる。でも今日はディスりたい。R指定さん何回も言われてるかもしれないけど、俺も初見で思った、はい、見てる時よりイメージより体半分ぐらいしかねえ。すごいちっちゃい。よ、小柄でもほがらかにするのがあんたらの仕事だから、ほんだらあほんだらという悪口も出てくるぐらい。でもレイヤーとせいやなら短すぎるがちゃんとせいやって何回も言われてきた。でも大丈夫、このコンビは霜降り明星粗品ですが一口どうぞと差し出すぐらいのこのラップ、これが道場。すまん、チーズのこと考えてたわ。クレイジーすぎるやろ。脳みその段階で耳を遮断すればいいだけだからな。全てのラッパーが聴覚を使うと思うな。それがラッパーの弱点。全員がお前のインをライブを聞いてると思うな。まずそこが固定概念。おーすげえ、ポケットには収まらないぐらいの秘密を教えてくれたぜ。クレイジーマン、クレイジーマンだけど俺はジーマン。休みの風は飲まずにシラフでぶちかます。これが俺の合法敵とピー方、横にいる相方 DJ 松永のビートもちゃんと聞いてくれてありがとう。とにかく俺もファンだってこと伝えたいぜ。うえーい、すごい、すごい、すごい、すげえ、最強や。この僕らのね、コーナーもさらっと入れてくれて、ほんまやな。それでもイン踏みまくって、いやちょ申し訳ないっすわ。これ勝敗はどうやって決まるんですか、見てる方が。あ、もう観客判定なんで、歓声の大きさで決めますよね。ですよね。松永さんと僕で歓声というか、わーって湧いたらいいですよ。そうですね。先行せいやで、ちゃんとやらんでいいみたいな感じで。いやいや、R さんやって。じゃあ先行せいや。うん、ありがとう。すいません。はい、ここ、はい、R指定さん、 R指定さん、はい、わー。さあ R指定さんの勝ち。なんでやったの。いや一応、いやこんな見える未来ないよ。めっちゃいらん時間やった今の。せいやのラップはどうでしたか、松永さん。いやでもその、はい、あっちのラップを聞いてると思うなよってのはすごい斬新でしたね。あれすごかった、あれ。そんなやつあんの。あれすごかった、あれよかった。正直ね、この角度ほんまに実際バトルでやってるやつ見たことない。ありがとうございます。大角度の新しいパンチ。でも結局客上げたら勝ちだから、多分上がるから。いや上がらないっす。上がるか。いや上がる。チーズのこと考えてたら意味わかんないですけど。すげえ。いや嬉しい。いやこれはねほんとすごいよ。いやそうですよね。すいません、すごいクリーピーナッツさんが。だって僕らが違う人のラジオに呼ばれて、はい、ちょっと漫才やってよみたいな無茶ぶりってことですもんね。いやえぐいよ。いや、えぐいよな。いやそんなもんじゃない。すいません、失礼な。いや適当に、今なんか俺の名前でやってみてみたいな、はいはい、もうほんま即興でやらされてるみたいな。いすごいわ。いそれをさらっとやる。そしてもちろん松永さんのこの度量。ちょちょちょ。二回目の配慮いらないんですよ。二回目の配慮出ましたね。配慮のために傷がついてる。僕ほんまにクリーピーさん好きやから。楽曲も好きやから。ほんまや。そのクリーピーさんが、はい、ミニアルバムを出されたんです。ああすいません。ちょっとどんどん言ってください、この良さというか。はいはいはい。どんなアルバムなんですか。8月7日に夜更かしそうだというアルバムが出まして、二形態出したんですけれども。霜降り明星の粗品です。せいやです。ねえ、まあ、いや、もう暑いで言うたら、うん、先週ですか。はい。やっぱ那須川天心さんの。えぐかったな。ねえ。なん、いやー、ちょっと。たけるさんも二人ともすごかったね。いや、二人ともお疲れ様でした。ああ、暑かった。すごい。ああ、そうです。これはお二人に。二人にね、なんかこの、久しぶりじゃないですか、この、俺ら世代がさ、K1 全員、もうこの、熱なってた世代やん。あの、うん、ピーター・アーツとか、はい、アーネスト・オース、昔の。格闘技。あの感じがほんま久しぶりに、うわーってなったというか。熱気エグかったな。だマサトさん、山本キッドさん的なね、この、はい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 。うわーってなる試合、歴史に残る系の、久しぶりのな、さすがにリアルタイムで見たな。見たな。ペーパービュー買いました、アベマの。あ、見たわ、うん、そうね。収録終わってちょっと遅れて大阪でな、その日に見たけど、ちょっとまあ、だから粗品さんとか、
鶏肉とか一緒でちょっと遊んだりもしてるんでしょ、ね、最近那須川天心ちょっとまあ友達というか、いやすごいで、いやだからマジでめっちゃ応援したわ、俺ら世代のほんまスーパースターなあ、もうだってなんかこの鶏肉とかの収録とか、ええ、下降りミキジとかも来てくれたやんか、うん、はいはい、で、まあ、俺もこの裏とか喋ってたけど、うん、別人やな。その、リングの、天心ちゃんはちょっと。意味わからん。普段ふざけてるしな。なんかやっぱね、あ、ちょっと違うね。違う。だからあれ、まあ、俺らには到底わからん範囲のさ、試合中もそうやけど、めっちゃ緊張すんねやろな。いや、ちょっと気になることいっぱいあるからね。あれやっぱその試合前、うんうん、もういよいよ始まりますって時に、はいはいはい、天心が寝っ転がってたやん、はいはいはい、このがそ楽屋袖っていうんかな、楽屋裏みたいなんで、うん、あの時はなんかやっぱ緊張してた、そうっすね、結構えでも緊張はあんまなかった、あそうなんや、プレッシャーみたいのもあんまなかったし、あそうなん、全然なんかすげえ緊張したっていうのはなかったっす、意外やね、だってでもカメラ抜かれてるわけやもんな。え、あれ、やっぱね、その、わからんこと多いのよ。多いね。その、俺らには到底わからん。そうそう、俺ら二人じゃわからんから、その、やっぱ聞いたこと。あれ、なんかこの、なんやろ、その、試合前とかは、はいはいはい。この、何を、これ何を考えてるもんなの？いや、何をっていうか、そうそう、まあ本当、なんかもう、なんだろう、もう相手をもう倒すっていうか、あーもうほんま集中してるんや、もう集中しきってたっす、へえ、結構作戦みたいなのも考えていった、作戦はもうほんとなんかもうずっともう何パターンも考えてて、おお、なんかこの A がハマんなかったら B、うん、B ハマんなかったら C やっぱすげえな、結構は結構あったっすね、あーやっぱ本人に聞いたわ、早いな早いなというわけでなんと、おいおいおい、那須川天心選手のお越しでございます、おい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 、天心さん来た、来ました、なんで来た、はい、すごいすごい、見てましたよ試合、あ、本当ですか、もちろん、ありがとうございます、おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、日本中がもうほんま全員見てましたよ、あれはもう、いやでもすごい、すごいでしょ、ね、こうありがたいことにこう声かけてもらいます、ね、はい、反響もね、反響、まあまだ4日ぐらいですけど、ですよね、めちゃめちゃこう反響本当にすごいですね、なんでここ来てくれたすごいじゃん、いやその試合後になんか、はい、いろいろ出てテレビとか、あのテレビは今、うん、今もう休み中なんで、はいはいはい、特にこの一週間とか入れてないんですけど、おうおうおう、あの、粗品に、LINE してて、今日、そのラジオあるけど、はいはいはい、来るみたいな感じで言われたんで、うん、で、ちょうど空いてたから、あ、じゃあ行きますわ、みたいなノリで来たっすね。うん、そんな、なんでタメ口いやいやいや、そんな次元じゃない。あ、お前もめちゃめちゃやばいの。なんでラジオ今日あるけど、年上やけど。どうみたいな。よう誘ったの、お前、天心が来てくれた。あ、全然空いてるっす、みたいな。ええー、うん、だから、あの試合後メディア一発目っす。いや、それエグいな。そんなラフなノリで来てくれた。ラフな感じで来ちゃったっす、ね。いや、ナイスや。ナイスやろ。いや、だって俺びっくりしたもん、ほんま。うん。もう、まず日本放送4階のエレベーター入ったら、普通に天心くんおって、取り巻きゼロよ。俺、那須川天心に取り巻きついてない。そうですね。一人でおったやん。一人で来ちゃった。いや、俺10人ぐらい取り巻きおんのかなと思ったら、那須川天心ポツンっておって、まあ、まあ、でも、最悪なんかあっても、一人で解決できる。強いからな。というところはあるっすよ、ね。いや、もう強いからな。悟空や、だから、ほんまに。すごく、いや、試合すごかったわ。そんなノリでよう来てくれたな。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。判定までもつれ込んでな。そうっすね。で、うん、その言い方ないでしょ。すごかった。あ、生で見てたけど、俺も。はいはいはい。会場で、はい、やっぱりハングリーピストルズ強かったな。風邪でしょそれ。関係ないや。あんまここしか分かんないじゃん。何何何？え風邪？いや風邪はその俺 の, あの6月の一個前の試合です。ね、あライズの最後のやつ、はい。ライズの最後のやつ、ね。それは会場来てくれたけど、今回ね、うん、来なかったんですよ。来なかったんですよ。まあまあ、はい、いや大阪おったから。
全然来てくんなくてみたいな。全然、やっぱ行けるスケジュールではありましたからね。どこがえん、はい、大阪泊まりだろ。そうですね。はい。全然行けましたよ。行けるのに来てくんなかったし、みたいな。そうか。それちょっと冷たいね。冷たいですね。え、いやいや、冷たないよ。何戦ですか今、過去。戦歴。過去ですか。まあ、42戦、42勝ですね。いや、ほんま、漫画でもないよ。はい、なんか、総合とか他の合わせたら今48戦、48勝。うわ、いやいやいや。ですね。はい。いっぱいしてるやん。いやいやいや、じゃあそれエキシビ、いやいや、いや、エキシビジョンだから、戦績に入んないですよ。メイウェザーに。いやいや、それは戦績入んないですよ。いや、でも負けてるからな。じゃあ、エキシビジョンマッチだから。勝ち負けとかないから。いや、メイウェザーに負けてる。いや、負けとかじゃないから。あれは、あれ、エキシビジョンマッチだから、勝ち負けとか関係ないから。あれ、親父泣いてたやろ、あれ。いや、今みんな、俺も泣いたし。全員泣いたし。そうか、そうか、はい。あれも熱かった、ね。あれも熱かったけど。こうやって喋ってんねいつも。とにかく俺がメイウェザー、メイウェザーとかいじりまくってんねん。まあ、失礼なこと言わしてもらってす。すごいね。懐が深いんですよ、うん。だって48勝はい。うん。いや、だから、初めの一歩でも出てこうへんのちゃう。そんなエグいやつ。エグいやつ。あ、まだ。漫画でも。そうっすね、漫画でも。すごかったね。いやー、すごいな。いやいや。マジですごい。すごいわ。いや、だから、俺は、まあまあ、この、普段は、そこまで知らんからさ。はいはいはい。うわ、天心さんやってなってんねんけど。うん、二人で、どんな遊びしてんの普段。でも、いや、うん、でも、まあ、普通に飯、行ったりとか。それでもさ。あと、サウナ。サウナ。行ってあげたりとかですか、ね。行ってあげたり。ですか、ね、なんでそんな感じ。ありがとうね。そうですね。友達少ないから。行ってあげたりです。そうですね。ありがとう。嬉しいと思う。そんな感じですかね。サウナやな。それでもさ、なんか食べるもんとか気使えへん、粗品さんからしたら。試合数日前に会った時は、ご飯は食べてなかったですね、うん、そうです天使。僕全然なんか、今回の試合、人と会ってなくて、うん、会ってないんですけど、サウナ結構行ってて。サウナだけはね。そこで、その、なんかサウナ行く友達何人かいて。何人かおんねや。その中の一人は粗品で。粗品、なんでタメ口？いや、そうも。霜降り三木地とで決着ついたよね。行った時。霜降り三木地と敬語一生使ってた。あったわ。あったんですけど。風船対決ひどかったもん。交互に風船。めちゃくちゃ弱い。空気膨らまして。で爆弾ゲームで交換するっつったら私はやつ、ね、天心君が最初先行攻めすぎて爆発してわけわからんゲーム俺あんなの見たことないあれマリオパーティーでもしらけるよわけわからんからガーッとかって、うんいや、あんま人とそうか会ってなくてそうか、ね、でもう俺減量末期でだからまあサウナってたらなんかサウナ行った時に飯行こうやとか言ってきて、お前すごいな、ぐいぐい誘うね。今ならおごるでとか言ってきて、やかましはフェアすんなお前。今ならおごるで、今ならおごるフェア。サウナでだからまあ何一回行ったサウナは、うん、そのタトゥーオッケーみたいな、はいはいはい、そういうこう自由なサウナ、ね、深夜までやってるみたいなとこで、ねうん、ほんまマジ辛いカップラーメンみたいな背中の人。おめっちゃ炎や。辛いカップラーメンメラメラしてるね。みたいな人を。結構メラメラしてるね。なんかこう、いやー、あれだよな、みたいな。ね、やめろ、それ。聞かどうすんねん。お前、つらいか知らんけど。そしらはボコボコにされる。俺はボコボコされる。やめろ、あれ。ほななーって別れた瞬間、お前、うぅーつって。家まで送ってくれよ。二人ぐらい、お前の方来て。あんた強いか知らんけど。ボコボコにする。確かに、もう、天心選手やけども、うん、普段喋ってる感じは天心くんっていうもう、そうやな7個下のほんま、前やで。なんか少年じゃないけど、そうっすね、ほんま普通にアニメとか漫画好きなイメージやけど、うん、全然ちゃうな、やっぱグローブつけて。まあ、試合となったら、うん、もうほんと集中しきってるんで。別人や。別人やな。どこでスイッチ入るんですかその、もう、あの48勝の天使になるの。どこなんですかまあ、でも会場入りして、行った時とかは別に普通なんですけど、うんまあ、やっぱこう時が経つんですよ。あのバンテージ巻いたあたりからちょっとこうスイッチ入ってきて、で入場の時なんかはもう本当にやばいですね、やっぱタケル戦今回もバンテージ一回巻き直した、うん、いやそれメイウェザーだからいやそれメイウェザー戦であったな、いや違う、これお互いフェアなんで
フェアだ。お互いちゃんと。なんか狂気とか入れてたんちゃう？狂気入れてない。入れてないです。はい。お互いちゃんとそのお互いがお互いのバンテージ見ながら巻くとかっていう。ああそう。ルールもあるし。あれどう思ったんですか？俺はトレーニングしねえよ。お前たちがトレーニングしろよ。メイウェザーのビッグマウスな。メイウェザーそうですね。いやでもメイウェザーはそういうこと言うんですけど。一番トレーニングしてるんですよ。だからそれがやっぱそうなんや。パフォーマンスなんや。あいつはやってんねん。じゃあもう天心さんもそれは分かってて、はい、じゃあもうクソ何よとか思わんねん。やっぱやってるやってるっていう。やってるんですよ。へぇー。メイウェザー強かったの？いや、強かった。しかも今それタケル戦でしょ？いや、お前ずっとメイウェザーの話してんねん。俺もっと聞いたことあるねん。お前がメイウェザーに戻すから。いや、メイウェザーに負けた男って言ってくれて。はい、言い方悪いやん。無敗の、言い方悪いやろ。無敗の男で紹介せ。あ、そうか。その唯一負けたメイウェザーで紹介すな。いや、すごい、いや、すごいわ、マジで。いや、もうほんま全員見たし、まあほんまめっちゃ素人の感想けど、早かったですね。早い。スピード。ジャブのスピード半端なかった。まあ、スピード命なんで、というか、まあ、僕の、こう、長所としては、スピードなんで、武尊選手に、こう、一番、こう、勝ってるところで言えば、僕はスピードなんで、そこを活かして、速いよなぁ。で、マジですね。あれ、カウンターちょっと、やっぱ狙ってたんですか？は、ずっと狙ってたんですね。へぇー。だし、なんか、その、今まで以上に緊張しなかった。だから、逆にリラックスして。だからなんかもう、最初から全く硬くなく。ウルトラマンのあれどっちやろうみたいにならんかったんや。どっちが上やったかなみたいな。あれはならなかったっすね。すげえな、やっぱ。父の日今日やっけとか思わんかった。それ大丈夫だったね。父の日やったかな。なあ。そうか。すごいな。すごい、マジで。いや、あのカウンター痺れたな。なあ。結構リラックス状態で、すごいね。戦えたっすね。ほんまにすごいな。いや、マジでもう宮田ですよ、ほんまに。宮田一郎でした。初めの一本、あのカウントバチッ、すごいな。すごかったね、本当に。あの試合中、まあ試合中はさすがにないかもしれんけど、あの合間とかさ、芸能人の人を見に来てるやんか。はいはいはい。あんな目に入ったりすんの？ああ、いや、でも全く気になんなかったっすね。なんかさ、まあ、自分の友達とか例えば招待 したりして、はい、うん、負けたらどうしようみたいな、なんか思わんかった、あ、いや、もう全く思わないですね。思わないし、もう本当にこう、なんだろう、もうずっと覚悟決まってたんで。かっこいい。かっこいい。だから全然大丈夫です。すげえな、マジで。メイウェザー戦の時は誰か呼んでたの？呼んでないし、今聞くことじゃないでしょ。すいません。ちょっとメイウェザーさんの子笑ってたじゃないですか、試合中。やっぱ、笑顔、今回の試合やっぱ笑顔がテーマだったんですか、相手の。いや、それ聞きます？笑ってたな。まあ、笑ってた、そうですね。やっぱちょっと笑、なんか笑ってる後の、このパンチとか、もうなんかちょっと、研究してたみたいな、誰かが言ってたの、なんか。あ、そうですね、その、あったんすよね。ありましたね。結構、その、武尊選手は。あ、メイウェザーの？メイウェザーの。すみません。なんで？なんで？武尊さん、ごめんなさい。武尊さんが、笑ってからどんなプレイで来るとかも、天心さんがちょっと、全部研究。研究してたっていう話で。なんかまあ僕、すげえなと。そうですけど、その僕のチームとか、父親とか。わ、すげえ。みんなで、本当チームで勝った。いや、もうだから、ほんま勝った。もうすっ勝つのってそれぐらいせな。すげえ世界やなと思って。全部もうやってんねん、シミュレーションで。はやってますね。はぁ、すごいね。体になんかヌルヌルのやつ塗ってたんですよね。それ秋山さんね。その前です。昔、それあった。桜庭さんのね。滑るよ！俺あの試合見に行ってたから。珍しいな、そのエピソード。ほんとチェホンマンさんも出てて。チェホンマン出てた。そうそうそう。そうですね。塗ってない？塗ってないですね。ダイナマイトね、それ。あ、それダイナマイト。違う。あれはダメですね。いや、マジで。すげえわ。ちょっとすごいな。天心ちゃん来てくれた。うん。でも、あれですよ。こう、僕の中で今回の試合の中でも、何人かキーポイントの人がいて、その中の一人はソッシーですよ。ええ、急にソッシー？えマジ？教えて。いや、結構その、パワーもらいました。あら、ほんまに？これは嬉しいね。嬉しい。何で？いや、なんか、何でか、もうずっと、こう、尖ってるじゃないですか。
いやいや全然悪いよ。ずっと攻めてるじゃないですか。だからなんかそういった姿勢を見習わなきゃなっていうのは。嬉しいな、そんなん言ってもらえんの。すごいね。なんかずっとまあまあまあ面白いじゃないですか。おお、あれです。そこは認めてます。すごいね。那須川天心が。そこは。ええ。神社行ったで俺。そうそうそう。一人で。行ってたな。神社行ってくれて。足の神社言うて。そうそうそう。なんかね、俺あれ。見てちょっとね泣きそうになっちゃって、ほんまにちょっと感動したっす。俺は嬉しいね、はい、俺が見たんはなんか専門家の人が予想で、うん、那須川天心ボクシング転向するから、うん、はいはいはい、最近キックあんま練習してへんのちゃうかみたいな。キックがもう最後やから、で今まで通り、はいはいはい、キックを試合でも出したら強力やからめっちゃいいって言うから俺はキック出してほしくて、はいはいはい、足の神社調べて、そうっす、まあ、劇場から40分ぐらいかかるとこ行って、はいはいはい、全然足出してへんよ。いやいやいや、なんでなん。いやいや出せよ。いや出したって。いや言い方悪いな。いやもっと出せよ。いやいやいや出したって、うん、出してないって。いや出したって。パンチが調子良かったしね。パンチも良かったし、うん、蹴りも結構出してた出してた出してたし、うん、そのどちらかというと相手プレッシャーが強いんで、うん、だから蹴りよりパンチの方が早いから、めっちゃ早かった。そ蹴り戻す瞬間に、うん、そのパンチとかされちゃうと、そうか、困るから、それも作戦なんだよ。そうか。ま、めっちゃ真面目に返されたんだよ。お前な、黙っとけ。回転作戦なんだよ。なんか回転蹴り一回失敗してなかったの。失敗じゃなくて、失敗じゃなくて、当たんなかったってだけ。当たった失敗は先頭でくるよ。いや当たんなかったってだけ。当たんなかったってだけ。そうなんだ。やってた。バックブローみたいなもやってましたけど。やってたやってた。そう、あれもすごい失敗。だから、ここはやめ、あれは、あれをやることによって、他の伏線なんですよ。いや、すごい。え、どこが？どこがって。わかるか、そんな。いや、すいません。そりゃ、そりゃすごいわ。そうそうそう。ちょっとすごいな。いや、すごい。だから、もうちょっとほんま聞きたいこといっぱいあるね。俺はその普段喋らんからさ。え、ほんまに一番聞きたかったんですけど、うん、そう、試合前やっぱ精子出さないんですか？なんでそれやねん。いや、やっぱ。なんでそれやねん、一番。いや、あんのよ、初めの一歩でも青木っていう、まあ、やつが、その試合前にエッチしてもうて、負けるみたいな。体力なくなるみたいなね。なんかまあ、都市伝説って都市伝説ですけど。おうおう、でもしないっすね、また。やっぱり、うん、あ、精子は出さない。はい。僕は出さないですね。で、今回は特にですね。もう一日前とかはもう。いやいや、もう僕1ヶ月っす、ね。すごいな。すごいな。はい、もうそんな、なんか踏切見ただけでも勃起してまうんじゃん。踏切なんでやねん。え、どこ踏切の、あの、ちょっと1ヶ月も我慢してたらわからんけど。何が棒あの、黄色と黒の。踏切とか見ただけでも勃起してまうんじゃん。いや、音とか。まだ、いや、ちゃうやん。いでるみたいな。いや、まだ、その、なんかわからんけど。何下着屋とか。そういうのじゃないの。踏切。いや、1ヶ月は経験ない。例え意味わかる。いや、そのまだケーキ屋さんとか。精通してから1ヶ月空いたことないやろ、だって。まあ、ないね。だからもう、金玉パンパンの状態で。ほんまや。ああ、まあ、そういうことなんすかね。すごいな。すごい。え、それじゃあもう、終わってから、あ、うん。こう解放されて。ほんまや。はい。まあまあでもまだないっすね、全然。じゃあ今回は、うん、その、試合終わって初めて寝れなかったんですよ。うわ！もう興奮して。そう、いつもは、うん、まあちょっとは起きてるっすけど、うん、寝るんですけど、うん、今回全く寝れなくて。はいはい、はい。もうなんか本当にアドレナリンが出てるというか、はいはい、だし、そりゃそうよね。なんかその日を終えたくなかった。うんうん、うわぁ、伝説だもんな。スーパースターが言うやつやな。イチロー選手もそんな言ってた。どうですか逆に。M1 優勝した時とか、そういうのなかったですか、うん、M1 優勝した時、でも、仕事が物理的に、うん、あ、そうか。入ったから寝られへんっていうのはありました、ね。なんか賞レースとか、やっぱ優勝したりしたら、うん、わぁってなるんですか、でもまあ、ねえへんぐらいの興奮は、あんまないかも。まあまあ、うん、そうね。だからまた、うん。まあ、アドレナリンの量もちゃうやろうしな。いや、もうちょっと日にならんで。すごいよ。まあそうですね。しかも、ほんと何万人とかが見てるじゃないですか。確かに、ね。それ終わって、家に帰ると一人じゃないですか。そうするとなんか、すっごい寂しくなる。一人なんや。一人っす。ええー、その、なんか、ラウンドガールとか読んで、ウェーってやらんの、その、十何人とか。ああ、で、お客さんでおった人。ないっす、ないっす。もう一人になるから。ええー、もう、音がシーンとしてるから、なんか、すごい怖くなっちゃって。あの家あの家。そうそうそう。あ、家も行ったんや。あの家の下まで行ってんけど。え、これ住所言っていいんやん。よくないでしょ。あ、すみません。昔の昭和のスターやん、それ。おかしいでしょ。長島さんとかが、電話帳とかに乗る。来たんですよ、ってやつな。すごいな。ええー、一人やもん。一人。それ、
そうか、一人で寝ていいんすか、そう試合の後って。あ、全然 OK です、ね。へぇー、ダメージとかも、あー、アイシングとか。ダメージとかあったら、やっぱこう、付き添いとか。そのまま救急車運ばれたこともあるし。そりゃそうですよね。うわ、ん、いや、そう、怖い。一人なんや、あんな、ブワーって日本盛り上げた男が一人で寝んねや、その晩。そうそうそう、ほんまやな。寝た？何時に寝た？寝てない？いや、寝てないんすよ。まあ、寝られん。次の日な、な、なんやった？次の日はもう一夜明け会見。ああ、会見？会見か。会見です。で、会見終わって、で、そのまま、うん、ガードマン、友達？ああ。ガードマンね。に、アイアン大阪行って。ガードマン好きやもんな。まあまあ、仲いいっすからね。ガードマン。サウナもガードマン。そちらもガードマンさん、友達でしょ？最近そう。ガードマンと、天心と、はい、いつきさんっていう人、4人でな。ヒロシさん？いつき披露しちゃうやろ。話合わんやろ、サウナ。いや、やっぱ拳と拳やからな、いや、かましいわ。天心も、いつきも、拳と拳。ありがとうございます。チャンプ、チャンプにうまいな、嬉しい。うまいな。ありがとうございます。拳と拳やから。うまいね。ありがとうございます。いや、サウナ入らんから。あ、そう。いつき披露し。いや、入るやろ。いやいやいや、そこじゃないやろ。披露しは入んないし。披露しは入るよ。言うてんねん。いつき披露しさんはサウナ入るし。それ、それすごいな。でも、ガードマンさんとたまたま二人共通の知り合い。あれ最初何やっけ、最初なんだっけな。なんか、俺がガードマンと仲良く。あ、そうやわ。で、なんか、やたらと、粗品が絡んできたんですよ。やかましいわ。こいつが、ね、だから。番組。絡みやな。ちゃちゃ絡みなんですよ。番組。お前絡みやね。鶏肉の。あ、そう、一緒やった。それは俺も一緒やった。そう、それで、そう、一緒だった時に。なんか、あっという間に粗品が天心さんと距離近なったと思ったら。確かに。な、最初は。そう、最初はそこで、なんか一緒に、トイレで被ったんですよ、一回。はいはいはい。で、なんか、トイレおしっこしてたら、見てきたんですよ。チンポね。何それ。チンチンな。そうそう。それで、なんだこの人みたいになって。変質者やん。で、なんかそっからめちゃめちゃベタベタ、仲良くるようになって、みたいな。おー、まあまあ、それは。どういうこと？その仲良くなる話じゃないよ、それ。いや、仲良くなる。ションベン最初見られて。いや、まあそれで、なんか、ベタベタ。なんかちょっと、こう。気が合っちゃったのかわかんないですけど。気が合ったんかい、それ。どこでベタベタ。そうです。気が合っちゃって、そこからちょっと仲良くなって、みたいな。仲良くなったな。LINE 交換してあげて。してあげてってない。で、そこから。ありがとうね。かましは。頼むわ。おい。なって。こういうやつやけど、ええやつなんですよ、ほんま。いや、誤解されてない。お願いします。はい。まあ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 いいやつ。まあまあまあってない。ごめんね。もうちょっと教育しますか。いや、かましは。そんな感じ。そんな感じでしたね。どんな感じやねん。まあだから、ガードマン通ると、一に一回三人で遊ぼうみたいな約束して、そうそうそう、でまあ結局会って、いいね、何回かな、そうですね、だからもう世代ちゃうもんね、粗品さん7個ぐらい上で、うん、じゃほん先輩や、年の離れた友達、正真正銘ですよ、その何歳デビューとかあるの、ボクシングデビューみたいな、はまあ一応格闘技自体は5歳からやってて、5歳？ 5 歳ですね。で、プロは、高校1年生からデビューして、ね。え？高1から、ね、まあ、ほんと最年少が高1なんで、そっから、ずっと勝つ。すごいな。すごいよ。そっから、ま、一回も負けてない。なあ。いや、すごい。だから俺ら格闘技素人やけど、そうやねん。やっぱ天心さんの試合はやっぱ見るもんな。なあ。ちょっとリスナーの人が、まあ、びっくりしてると思うんですけど、そうね。メールを。確かに。来てくれてますよ。本当っすね。メールをね。これ、ちょっと答えてもらってもいいですか？はい。ラジオネーム、ナルト巻。うん、天心さんの試合、僕もペーパービューで完成しました。はい。ありがとうございます。入場の危機迫る表情から、うん、ゴンドラから降りた時に口を大きく開けて笑った時の顔がかっこよすぎて、うん、あそこから鳥肌立ちまくりでした。あの表情は、やはりこれからの試合が楽しみでの笑顔だったんですか？うん。そうっすね。でもさっきも言った、言った通り、うん、なんか緊張がなかったから、うんうん、緊張ないのエグいな。なんかもう、もうなんか、もう覚悟が全部多分決まってたんで、はい、もうやるしかないっていう。だからあのゴンドラも、うん、とかももう正直怖いじゃないですか。ほんまね。全く怖くなくて、あ、ちょっと高いとこ怖い。高いところもそこまで好きじゃないし。怖いな。演出でじゃあ。演出の前日のリハが一番怖かった。めっちゃ可愛いエピソードや。リハが怖かった。可愛い。でそこ降りたら爆発するし。ああ。でそこもそうビビリだし。めっちゃおもろい。そんな思ってる。だから俺も土屋さんもビビリなんですよ。あ、ビビリやね。風船の時もね。で風船の時あんなうわーとかなってたの。あ、そうか。お前や。微動だにしない。アドレナリンも出てるし。ちょっとスイッチがちゃうんや。なあ。入るんや、もう。
すげえ話やな。すげえな。だから全然大丈夫だ。いや、すごいすごいね。どんどん行こう、これは、うん。愛媛県今治市、ラジオネーム、ミッチェル。うん、あ、那須川天心さん質問です。粗品さんのツイッターへ、あんたの呪いに勝ったぞ、飯おごれとコメントしろ見ました。はい、そうだ。何をおごってもらうか決めましたか。なんですか。いや、なんかもう、美味しくなくてもいいから、とにかく高いところを。はい、おい、なんでやねん。まずいとこでもいいから、金。とにかく金。あかんよ。金ですね。いや、金ほんま、エッグいんちゃうあなた。いや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 。ほんま、ファイトマネー。いやいやいや。なんぼえ、もう、とんでもない経済効果って聞いてますよ。その、50億超えたみたいな。ペーパービューが単純計算で50億超えてる。あ、どうなんすか、あの、50万件、ペーパービューは売れた。ペーパービュー、ペーパービューは。5000円かける50万でしょ ?5000 円かける。なんぼ、うん、50万。だから50億じゃん。チケット収入で、なんか、うん、結構いろいろ。選手に何割入んの何割入んのいや、だって1割としても、1割やったらでも、ボコボコやろ、関係者。いや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 、でも。そんなもんな。いや、まあ、そこはでも、まだ、あの、ペーパービューとかの計算も終わってないんで、まだわかんないですよね。うん、まあでも、まあ、余裕でまあ、億は超えてるよね。絶対に。はい。ファイトマネー。まあ、粗品よりは儲けてます。やかましいわ、おい。やめんなよ、俺の。粗品の生涯年収よりは。そうっすね。おい、こら生涯年収。政治家って炎上してる。粗品の年収、俺の3秒だった。やかましいわ、おい。やかましいわ。やったろかい俺とやれリング上がれなんでなるのいや、すごいよな。俺で3秒。俺で3秒。いや、ほんとんでもないですよ。すげえなー。ねえ、ラジオネーム、世界百秋。うん。那須川天心さん質問です。試合の後。減量関係なく、うん、一番最初に食べたものなんですか。それ聞きたかった。一番最初に、うん、食ってますか。うん、あのコンビニのえスイーツ食ったっす。うわー、なんか好感持てるわー。いいー。じゃあいつもなんですよ。主人公やん。じゃあなんか試合前はもういろいろその YouTube とかでもう大食いしてる人とか見てやるとか、うん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 、なんかここの焼肉屋とかあれとかすごい見るんですけど、うんうん、でもやっぱ試合終わるともうその場で食いたいってなるから。へぇー。だからコンビニ行って。えぇでもスイーツ。コンビニ行ったあの後。すごいな。試合後そうです。えぇー。いつも。えぇいつももう食べるんや。そう。で、スイーツをバーッと食って。何系の何もうなんか、あすかね、クリーム乗った、なんかちょっとこう、ケミカルな味な。ケミカルああ、そんなん食わんかったもんな。おぉ。それをもう、ブワーッと食って。へぇー。で、アイス食って。あ、それで試合終わったってなんねや。で、血糖値バーって。へぇー。よっしゃーみたいな。へぇー。あ、そう、メインディッシュ、その、米食うとかはなく、もういきなりスイーツ。いきなりスイーツです。もう糖分が欲しいなんですげえ。やっぱ減量中とか甘いもん食いたくなるんですよ。へぇー。うん、へぇー。そうか。ほんで寝て、あ、寝てないんか。そうですね、寝てなくて。なんなん次の飯はで、次は、そのまま焼肉食ったかな。おぉー、はい、すげえな。で、今もう幸せ状態です、ね。そうか。何でも食えるから。まあそうですね。まあまあまあ。そう、ボクサーというか、すごいね。すごいな。アスリートは。うん。で、こっから楽しみですね、このボクシング。そうやねんな。天心、まあまあ、その、ほんまにボクサーなって。そうです。この、なんていうの、その、ロードワークとかのやり方も変わるんですか？だから、練習の仕方とか全く変わると思うんですよ。うん、全然ちゃうやん、全然。本当に、はい、あの、別競技ですから、本当に一からスタートみたいな。すごい人やな。ほんまに足使わんのもう。使わないでしょ。まあ、違う意味で、まあ、この、足はでもめっちゃいるでしょやっぱ、まあ、ステップとか。とかは。いや、でも蹴りたいやろ。いやいやいや、とか。まあまあ、どうなんすかね。わかんないけど。癖出えへんの、こう。いや、まあそこは大丈夫だと思うんですけどね。そうっすね。そんな生半可な気持ちでやってないんでね。はい。なんですか？そりゃそうっすよね。はい、お前意味わからんで。その俺も別に漫才中フリップ出してないですけど。いやいや、そんな。蹴るわけないな、ボクシングで。何が？いや、漫才中フリップとまたちゃうからな。全然一緒やんけ。え、漫才中ってあれフリップある人あるんですか？ないねえねえ、あんまりねえよ。ねえ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 。あれヤポンスキーぐらいだよ。エンスト。ヤポンスキーがオンエアバトルでやってたよ。あったね。絵描いてたよ。昔。バカタレ。ちげえよ。いや、キック、いや。オンエア時代のね。オンエアバトル時代のね。いや、すごいわ。すごいすごい。ボクシー、すげえな。まあ、だから、スピードはでもいや、ちょっと楽しみっすね。あ、この、なんでしょう。うん。今後、わからんけど、スポーツバラエティ番組とか、うんうんうん、まあそれこそね、これトークバラエティとか、うんうん、
オファー殺到してるでしょ今電子に、まあ、結構大きいです、ねね、全員この話聞きたいの今下降り明治のそう日本がありリスナーが今聞けるチャンスよだこれとかももう多分、うん、ここで初出し静岡県ラジオネームしじやさ、うん、やっぱりご本人に聞くのが一番早いということなので、はい、天使さんにずっとしたかった質問します、うん、ウィーだと何のカセットが好きですかどうでもええわウィー世代やけど天心ちゃんこれ気になる、ね、ウィー、はい、ウィーですかウィーまあ下でもいいよゲームキューブとか64でも 今それこれ一番気になる今やっぱウィースポーツとかやるんウィースポーツのボーリングやってたいやボクシングちゃうやんボーリングねボーリングやんねんあれあの必ずそのスライドしてこう、うんうん、あひねってひねると必ずカーブかかって必ずストライク取れる、うん、あったあったあったあそれはちょっとっ十字キーでこう合わせてねそうそうそうやってましたねこれネットニュースですねならんてウィースポーツじゃなくて、うん、なんかじゃもっとあるじゃん。うん。ああ、なんかそのそうそうそう格闘技系のこととか。うん、ああ、格闘技のこと。Wii だって今だって、うん、あの精子ほんまに1ヶ月前なんですか。それ何それいらないでしょ。いやいるな。それめっちゃ気になる。ほんまに1ヶ月前。いや本当っす。すごいね。Wii は何？あその。で Wii はいいよ。Wii はいいって。据え置きでいいわ。B はもういい。横に倒してた。俺据え置き。据え置き。え、ゲームキューブやってました？ゲームキューブもやったことあるレベルですけど。ああ、じゃあちょっと下やな、やっぱ妹とかより。はいはい、あ、これね、岩手県ラジオネーム逃げ役。うんはいはい、天心さんに質問です。はい、取材の元キックボクサーになった現在、何をしたいですかという質問に対して、うん、サバゲーかなと答えていましたが、はい、味方にするならせいやさん、粗品さん、どちらを選びますか？まあ、味方にするなら、うん、まあ、せいやさんです、ね、あれだっす、まあ、なんでな、やりましょう。いや、粗品は打ちたいでしょ。やかましいわ、おい。やっぱ、打ち頃誰が打ち頃やねん、おい。打ち頃だし。おったろかい、お前。打ち頃だし。でも、ゲームやってるじゃん。あ、はいはい、サバゲーのゲーム、FPS やってるよ。そう、ずっとやってるから、やってるよ。そこはちょっと上手いかなって。とか思うすけど俺でしょ。え、これほんとほんまに言ったん？サバゲーかな。サバゲーやりたいっすね。へ、いや、なんかそのやり好きなんや。やってみたくて。え、だって動体視力とかエグいんじゃん。避けれんじゃん。サバゲーで初のババ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 弾避けなんかバラエティで避けてたな。なんかピュンピュン。あ、なんか逃走中弾とか弾な。そうそうそう、や戦闘中や。戦闘中とかもそうだし、スタジオで、そうや、ピンポン玉みたいなやつや。そう、結構。あったあったあった。やったりとかは知ってた。俺、戦闘中で、出たんですけど、無断で天心さんの名前出して、あの、天心の、あの、動き真似してきましたみたいな。そういえば、勝手に言って滑りましたわ。すまん。何の報告で、はい、そういえば、現場でめっちゃ滑ったわ。何の報告で、多分俺見たんですけど、多分疲れてなかったな。本当すか、よかった。動体視力エクイよな。やっぱ。いや、そらえぐいっしょ。反射神経は、もう、パンチとか当たらんの？俺らが、って、本気で顔面殴ろうとしても。いや、でも、なんか、その、気抜いてる時だったら当たるっすよ。じゃあ、気抜いてる時にやってくるから、粗品。粗品？お前、うん、普通に、天心さんの顔殴るの？普通にサウナとかで整ってる時とか、えいとか言って顔殴ってくる。やば女でいかしないやつと、つるむな、もう。一番痛い。那須川天心、つるむな、粗品と。普通に、えいってやってくるから。そう、いや、別に、普段の時ならいいですけど、いや、サウナで整ってる時って、はいはいはい、一番やってほしくないから。まあ、集中して気持ちよくなってるからね。そうそうそう。で、目つぶってるのに、えいとかやってくる。えいってすな、お前。俺、顎に生つか入れてるから。そう、やってくる。天使さんに、うん、やってくるっすね。いや、もうそんなんもうバーンっていうカウンターとかやってもいいっすよ。いや、だから、ね、やろうとすると、いや、ほんますいませんすいませんみたいな。弱いね。てちゃんてちゃんてちゃん俺の相方そう、雑魚やん。七個下のあれすいませんすいませんあれとかやってくるから。そう、雑魚やん。あれんすあれんす。仲良いねんな。優しいわ天使ちゃんは。ほんま普段こんだけすごいわ、ね、このな。ああ、何がすごいってやっぱ一個も威張ってないやんか。確かに。こんの普通の人みたいに喋ってくれるやん。はあ、それがすごいな。しかもユーモアあるしな。スーパースターよ。面白い人やねんな。あ、まあそう、威張るはない。だから俺らの世代の感じがするというかね、この。ああ、今までのスーパースターとまたちゃうというか、こんな喋りやすい、うん、確かに、まあ、ボケさせてもらえるというか、ほんまや、それがすごいな。いや、なんか僕、その、お笑いめっちゃ好きなんですよ。あ、あの、芸
あの僕一番尊敬してる職業が芸人さんなんで。マジで言ってたなそれ、はい、だからこうやって友達に なってくれたりとか、そうっすね、来てくれたりするか、だから芸人の人は本当なんかこう、ま、なんか格闘技とかまた別ですけど戦ってるじゃないですか、はいはいはい、なんかそういう戦ってる芸人さんは好きです、ね、すげえ。なんかこう見ててあ、なんか戦わなくなったなとか思ったりもするし。芸人見てて。芸人さんみたいな。言ってたね。とか。なんか言ってたな。だから本当好きだからこそ、あ、なんかちょっと変わったみたいな。下宮寺は戦ってる。は戦ってる。よかったよかった。はい。やめとけ、その話。とか。お前知ってんねん、その具体的な名前出し合った。お前も出しやんかい。俺もお前は出すな。あ、そっか。とか。すごいな。そう、だからめっちゃ見てくれてんねや。なお笑いを。ちなみに、まあ、うん、どんな芸人好きなほか、まあ、俺らは、あれやとして、うん。戦ってる芸人。戦ってる。ちゃんから見て。なあ、これ嬉しいで、いや、嬉しいね。戦ってる芸人っすか。いや、僕、いや、でも面白いのは、あの、さらばさんとか。うん、ああ政治のひかりさんな。とかは、確かにおもろいよな。めっちゃ好きですし、うん、なんか、あの、トロサーモンの久保田さんとか。ああなんかずっと尖ってるじゃないですか。あなんか、ちゃんと見てるな。はい。ちゃんと、すごいすごい芸、芸人さんだな。久保田さんとかの、やっぱあの感じがいいんや、やっぱ。まあ、なんかもう、尖り。え、なんか、演じるじゃないですけど。うん、はいはいはい。なんかもう、本当に。プロよな。プロだなーっていう。うん、すごいからね。すごいなまあ、思ったりはします、ね。しびれるな、すごいね。だから、まあ、こんだけ喋れるアスリート、マジで、ええ、ボブサップ以来じゃん、ほんまに。こんだけ笑い取れる。ボブサップは喋ってないでしょ。いや、二代目ボブサップって、いけるこのバラエティ力。いや、二代目は嫌っすね。別に。え、あの、デコで、なんか手話作れる。それ無理っすね。覚えてるわ、あの、ボブサップの。うにゃーってるやつ。シワだらけのやつ。そうそう。あの芸人。白子みたいなやつ。もう食えねえ、白子。ちょっとそうっすね。そこじゃないんですけど。まあでも人と喋るとか、なんか結構好きな。すげえな。ちゃんと突っ込んでくれるしな。そら、粗品と波長合う。その芸人と波長合うわ。あ、ほんとですか。喋りがこう違和感ないもん。なあ。なんかボケたら突っ込んでくれるし、乗っかってくれるし。なあ。すごいね。ありがとうございます。アングリーピストルズ元気。いや、カザネ。カザネ、カザネ。カザネ。カザネは違うし。カザネさんのやつもすごかったよ。すごかったな。すごかった。さあ、というわけで、早いもので。いやー。天心、お別れの。いや、豪華な時間でしたわ。呼び出するね。あら、するだろ。そうですね。年下だろ。さん、粗品の関係ですか、なんでやねん。そうです。天心、粗品、まあまあ、粗品はええわ。キャップ言って、タメ口は。いや、俺は天心は天心やろ。天使3でしょ。なんでな。そこは。タケルに勝っただけやね。いやいやいや、違うよ。たったタケルに勝っただけやろ、お前。お前、そんて、タケルさんの試合しかやってない人やと思ってんの、お前。もう、あの一回違うでしょ。違うでしょ。一回こっきり、一発やちゃうで、この人。一生いっぱいやろ。え、違いますよ。タケル、メイウェザー。メイウェザー、タケルやねん。お前、めっちゃメインイベントしか見えへんやつや。おかんやん。ミーハーやん。なんかやんねんて。ミーハーじゃん。ミーハーじゃん。超ミーハーじゃん。ええやん、別に。ミーハーやで。後でサインちょうだいな。あれ、ミーハーやな。いやいや、あげないけど。なんで？なんで？全然あげないけどね。いや、ちょっと良くないですよね。まあ、ちょっと良くないね、このミーハーは。全然良くなくない。ミーハーは最初、ツレションで、チンチン見てきたやん。よう仲良なってくれた。ご飯ちょっと、まあでも、もう今から忙しいもんな。いやいやいや、でも全然。行こう。ガードマンと行こう。また。行きましょう。みんなで。ねえ。すごいね。というわけで、ありがとうございました。あ、天心いかがでしたか今日、ちょっとラジオ。急に出てもらいました。急に出てくれて、ありがとうございました。いや、本当っすよ。急ですよ。本当。よう来てくれた。本当に。本当急ですよ。これ、ね。駆けつけてくれるね。はい。まあまあ、ね。だから、仲いい粗品に呼ばれた。よう来てくれた。ほんまに。よう来てくれた。ありがとうございます。ありがとうございました。というわけで、本日のゲスト、那須川天心さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいね。見るな、あのアベマのこの話聞いてな、なあすごい、やっぱ俺ら世代のちょっと楽しみやな、ちょっとボクシング転向もちょっとめっちゃ応援します、ありがとうございます、ボクシングもおもろいな、頑張ってください、ありがとうございました、ありがとうございました。ほんでさっきまで知ってる、何ヒコロヒーがラジオ、ああ。オールナイトニッポン。はいはいはい。すごない？ヒコロヒーから霜降り明星に。確かに。この日本放送が回る。すごいな。ほんまね、俺たまに思い出すのよ。うん。
粗品さんがさっき知り合いやったよ。そうよ。そうよ。ピン時代に。そうよ。で、初めてなんか、まだプロにもなってない時よ。うん。もう俺、吉本所属してないんちゃうかな、下手したら。とか。インディーズライブ。はい。ほんまなんか、日本橋の。はい。なんか、なんで、あそこでライブしてたんかわからんけど。あれ、安かったよ。粗品さんに連れて行かれて。あれ、そこで一緒やったっけ、ヒコロヒー。そやで。ええー、日本橋アップスかなんか。日本橋ジャングルです、ね。上におもちゃの2階はね。それやわ。そこでしょ？日本橋ジャングル。ジャングル。なんか、プラモ屋さんの。はい。上んとこが、ね。イベントスペースなんですよ。なんか、倉庫使ってないとこみたいな、ほんま。うん、廃倉庫みたいになってて。楽屋はね。すごかったよな。今もある店舗ですか。そう。俺、その時のネタ合わせで死にかけたからな。なんか、エレベーターの、あの、穴開いてるバージョンで、使われてないエレベーターみたいな。危ないな。動くネタやから、横行ったら。おお、なんもないってなって、粗品がグーンって服掴んでくれて。ああ、そこでヒコロヒー。マジで死にかけたもん。そこで、ライブで、初めてヒコロヒーに会った時に、何赤木のネタしててん。赤木好きな女みたいな。哲也ちゃう？いや、赤木って言ってた。ああ、そう。うん、その時は赤木って言ってた。人ボケかもしれんけど。ああ、なるほど。うん。どっちでもよ。ほんで、徹夜でも。いや、徹夜や。赤木でも。徹夜や。どうでもよ。徹夜の単行本出して、徹夜って言ってたもん。なんでお前、徹夜。俺、赤木と徹夜の記憶違いでもめなかった。いや、だってその時は俺の方が仲いいからな、まだ。徹夜が好きな女っていうネタやった？うん。しかも、日本橋ジャングルじゃなくて、アベノベルタやったけどな。俺の記憶では。聖夜とあったんも。アベノああ、いや、それ、絶対ちゃうって、俺自信やんもん。ちょ、ヒコロヒーまだおらん、近く。いや、あいつ。帰ったもん。さっき帽子かぶって、うん、あの、俺らに見つからんように、あの、ザジーと大違い、俺らに見つからんように、前傾姿勢から喫煙所から出ていくん見えたわ。めっちゃマナーええやん。めっちゃマナーいい。ザジーと大違い。うん、わしの。帰ったもん。帰りました、ね。6階に。さっきだって前傾姿勢で帰ってたもん。わしの、わしの話題、散るからと思って、多分前傾姿勢で、チラって見たけど。じゃあ、ヒコロヒーの、でもそれは一個、ごめんな、その、話の前に、その、何いやいや、徹夜か赤木か。はいはいはい。そう、アベノベルトか日本橋ジャングルかはちょっとはっきりさしたいけどな。戦い？戦い。電話、あ、ヒコロヒーにちょっと電話しようか。これで電話しようや。あ、そうしよう。電話番号知ってたっけヒコロヒーの。おー。あーあ、来た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 。あ、ヒコロヒー来た。ちょっと出てくれる？ちょっとだけ。一瞬。なあ。ヒコロヒーごめんな、仕事終わり。ごめんよ。お、ヒコロヒー来てくれた。めっちゃヒコロヒーや。おいヒコロヒーや、今。お疲れ。おはよう。おはようちゃうね。おはよう。今揉めてんねん、お前のことで。聞いてたよ、ちょっとチラッと。あ、ほんま、うん、アグネスに何あげたらいいかな。それちゃうねん。その話聞かなあかん。やっぱ分かるやろ、女性やから。同期の女芸人でヒコロヒー。そう。どうもヒコロヒーね。どうもヒコロヒーです。すいません、お邪魔します。もう、いや、みんな知ってるぐらいも売れてますけど、初めて、聖夜と会った時、うん、俺の意見は、うん、いや、多分ヒコロヒーは、その時俺の認識がないと思うねんけど、おうおう、いやいや、こっちが一方的に見てるだけなのよ。俺はアベノベルタで、徹夜のネタをしてたと思うの。それが初めてってこと？うん。うん。で、聖夜は俺は、日本橋ジャングルで、だって俺、乱太郎さんと喋ってたの覚えてるからな。いや、乱太郎さんとは喋ってないんちゃう。いや、喋ってて。でも、その回もあったの覚えてる。霜降り日本橋ジャングル。ほらじゃあ、その回もあったけど、その初めて会ったのかってことやろ？どっちが先かっていう。初めて。これで赤木のネタで、これどう？こんなさ、うん、大人3人が脳みそ使って考えなあかんことなんかな。いや、考えなあかんよ、ね。考えなあかんよ。考えなあかんよ。今日のラジオの、そのリーダーが決まるからな。田原総一郎さんいるよ、ほんまこれ。いらんねん。適論よ。いらんねん、あの人。でも私多分、うん、ベルタやったと思うよ。ほら。来た来た来た。え？アベノベルタってどこ？アベノベルタやんか。あそこやろ。米スターやってたとこ。そうそう、米スター。お前な、リスナーに優しく名前出すな。当たり前みたいな。長井丸さん。長井丸さん。和柄のハンチング帽被ってるでおなじみの長井丸さんやんか。エントリーフィー払うとき列になってみんなで500円ずつ払うやつやろ。そうそうそう、おじさんに。レトチリのないように。めっちゃ嫌やった俺。エンディングの結果発表の時だけ袖からスーって出てくる。ほんまや、懐かしい。いや、俺あんまいい思い出ない、そこら辺。あの、素人時代、急にこいつに連れて行かれて、おっさんに500円渡してライブ出させられたから。ええー、徹夜のネタ。記憶違い、うん、そうよ。徹夜のネタ。赤木のやつもあるやろ、でも。それ、わからへんの私。赤木が好きな女って。赤木は。いや、
やってへんのじゃん。だって。あれ誰やじゃん。ちゃうやつか。だって私、その赤城とかいじるのはちょっと寒いなと思ってたもん。やっぱその。そう。徹夜ぐらいで止めるのがいいって思ってたもん。徹夜渋いから。徹夜嘘やん。同じ麻雀。そうそうそう。麻雀が好きでも、やっぱりその赤木さんとかの保育のちょっと行き過ぎやな、みたいな、やっぱあったもん。徹夜。いや、俺でも覚えてんのが、うん。ジャングルも出てたやろ？出てたよ。それ、そこで会ったことも覚えてる、私は。俺それ覚えてへんねんな。だから多分、徹夜は徹夜で、うん、場所はジャングルもあってんでも。うん。ベルタもあったけど。うん。で、ジャングルの時に、うん、まあ、俺その時は知らんけど、乱太郎さんっていう、なんか、芸人さんに。デコボココンビやろ？なんかあんま知らん、俺は。俺、その素人やったら。とにかく、乱太郎さんで、俺は怖かった。うん、ほんま、その時、うんうん、ほんま、さんまさんぐらい回してたから。すごかったよね、そのインディーズライブの回し方。乱太郎さんっていう人が、うん、俺、ほんま、こう耳すまし聞こえてきたんが、うん、なんか、乱太郎さんがヒコロヒーに、うん、ヒコロヒーが、うん、まあ、俺の女やみたいな感じで、うん、なんか、うん、俺ちょっとじゃあ行ってくるわ、つって。うん、緑でなー、つって。うん、なんかこうやって笑いって起きるから、つって。で、舞台行って、で、なんかトークして、うん、なんかサイコロトークみたいな、うん。俺もなんか呼ばれて行って。サイコロトークはあったわ。あったやろ、なんかあったわ。サイコロトークほう、うん。で、なんか素人から一人、プロから一人みたいな感じで、うん、くじ引きすんねん。うん、ほんで素人から俺出てん。石川くんとか呼ばれて、めっちゃ嫌やったけど。学生メンバー。帰ろうかなと思ったけど、石川くんって呼ばれて出て、うん、ほんで、乱太郎さん、プロが。はいはいはい。ほんで、なんかもうほんま乱太郎さんがなんかわーって言って、うん。でも受けて、うん、ほんで帰ってきて、ヒコロヒーの耳元で、うん、な、受けたやろ？いや。で、ヒコロヒーが、おう、ヒコロヒーが、やば、私の男おもろいやるやん、みたいな、満足げな顔してる。ちょ、見たいなってやめて。それ誰も言ってないやん。それやめて。私が思ってたやつ勝手にさ、作り上げんといて。思ってないか。それはちょっとやりすぎやな。ちゃう言ってへんねん。やめて、思ってもないし。いや、ほんま。何やねん、私の男。やるやん。どんなやつやねん。日本橋ジャングルで。何が起きてんねん、それ。ほんま嫌な思い出やねん、その。俺、それ一緒に出た。ジャンピング特別編やろ。それやで。それや。それに出てたんや。それは覚えてるわ。ジャンピングっていうインディスライブは、お昼に素人組がやって、うん、夜だけプロが来るみたいな。大学1年生とかな。で、こっからプロが揉みまーすみたいな感じで、5組ぐらい来て、その中にヒコロヒーおったからね。あ、そっち大人の方で？私大人の方だった。あ、そうか。大学、ね、でもあれよ、霜降り明星も大人の方でいたよ、多分。いや、違う、それは、勝ち上がってな。勝ち上がって。子供の方の勝ち上がって。え、あの、プーさんのネタ？プーさんのネタ。そう。俺が。覚えてんのよ。いや、覚えてんのよ。そう。あ、そうそう、ディズニーの。ピンネタをコンビのネタに昇格させたやつね。そう。その時に初めてヒコロヒーに会った時、いや、ほんまだから、もっと俺40歳ぐらい見えたもん、その時。何やねん、それ。どんな印象やねん。何やねん、それやな。大人すぎて。大人すぎて。それは何やねん、それやな。そっからどこで再会するか知ってる？知らん。そこで俺、もうそういうのが嫌で、はい、飛ぶねん、一回。インディスライブ嫌すぎて。大人に揉まれんの嫌で。粗品さんだけプロになって。はいはいはい。ほんで俺は近代の、一回生の時の、近代のナンバーワンの漫才大会に出んのよ。うん、大学の4回から1回生。うん、4回生とか倒そうと思って、はいはいはい、ほんま、20組ぐらいかな、うん、なんかエントリー。落ち券とかも、うん、結構その、うん、M1 の予選出てる人とかも出て、うん、で、俺も出んのよ。高校時代のハイスクール漫才でコンビ組んでた。うん、ドンパルトンで。うん、で、懐かしいね。で、よしと思って、その予選の審査があんねんけど、うん、その審査員がヒコロヒーやったからな。いや、それ、審査員っていうのやめてよ。その、さ、学生。しかも一人やで。ヒコロヒー一人が決めんねんで。いや、言い過ぎ。そうやって。チェアマンはやめて、もっとやめて。ヒコロヒーの眼前で。眼前。ローゼス？漫才したん覚えてんもん。いやいや、それなんか役割があったのよ。なんかそれをしなあかんみたいなね。ヒコロヒープロやから。プロやったん、その時。まあ、ちょっとやってた。もう松竹には行ってたけど。あれ今も松竹なほんで。いや、そうやで。まあ、ちゃうよ。何言ってんの？どっち？お前松竹なん？松竹なん？ちょ待って、なんでこんな知らんことあんの？ちょっと待ってよ。松竹の売れ方じゃなくない？でも。まあ、それはいい発言やね。渡辺の売れ方。渡辺の売れ方。松竹と思われへん。まあ、確かに、ここで松竹っていうのもなんか汚い感じするしな。なんで汚いね。汚いね。やっぱり。綺麗やろ、松竹。渡辺ということでリスナーさんに思っといてもらおうか。あれ、松竹のマネージャー
まあ、あれ松竹のマネージャーやな。どこがやねん。どこがやねんってことないやろ。おんねん松竹にも綺麗なマネージャー。どこのマネージャーっぽい。渡辺のマネージャー。いや松竹のマネージャーね。綺麗やろ。松竹のこと何や思てんねん。へえー、すごいですね。すいませんこんな。そうなんや。じゃあまあ、松竹のマネージャーさんもマスクすんねんな。いや、するやろ。コロナの時代やん。どういうことやろ。松竹芸能、何やと思ってんねん、お前。松竹コロナにかかっていいわけじゃないからね。松竹コロナ。松竹コロナ。いや、じゃあもう。かかっていいわけじゃないから。徹夜やったってことでいい？いや、もう。いいよ。軍配は俺で、まあ、それはそうやな、うん。俺の記憶違いや。うん。まあ、だまあ、俺が言いたかったのは、でもそっから、うん、こんだけこうやって一緒に仕事がしてるのすごない、うん、さっきまでやってたんやろ、まあ、そう俺はそうそうよ。こんな仲良くなると思わんかったもん。そっからえそう同じ入り時間やった今日ネタ合わせしてたから早めに入ってた。そうやな。あそうなんや、うん、でここにずっと二人でスタンバってて、そうやな。さっき12時15分ぐらいに入りユーミンさんの後に。ちなみにその12時、あれは35分ぐらいかな。あれ、あ、その粗品さん何してたんですか、はい、12時35分。取り調べ始まった。12時35分ですか。35分ぐらいやね。あの、あ、あれ、喫煙所いたかな。あ、で、その、ここのブースにはいなかったです。その謎の銘柄のハマキスって。よくご存知。銘柄のな、うん、心配所でも。まあ、あれやな、その私4、あ、私6階の方でね、取り調べ。なんか始まる、なんか、6階の方で、まあまあ、その生放送ね、さっき12時台の、はいはいはい、まあ、初めてよ、初めての生放送、オールナイトニッポンね、有楽町まで、そう、うん、まあやってきてさ、はるばる、まあ一人で心細くて、まあね、こう、ちょっとでも一人で頑張らなあかん、もう、ほんまに、やらなあかんって時に、やっぱ唯一ホッとできた瞬間があったわ。はい。ほう、もうブースの外からちっこおじさんファーって来て、ちっこおじさん誰やろ、ちっこおじさん誰やろと思ってパッて見たら、もう友達のせいやが。岡村さんの言い方。ちかっこ今の、ほんまやな。今の岡村さんの言い方。あんま、おじさん。え、もう俺、おじさんって言われる。やべさんの、ちっこおじさん何してんすかって。ほんまに見た感じ、ちっこおじさんやって。誰がちっこおじさんやって。できて、おーつって、ここで、あ、生やってんな、みたいな。まあまあ、嬉しかったからね。そうそう、収録や思ってたやってんねんの。いや、お前めっちゃ喋るな、みたいなのを、その曲流れてる間にちょっとだけ喋って。はいはいはい。ほな、まあ、またな、って言って、もう一瞬やったけど、パって帰って、あ、友達来てくれて嬉しかったなと思って、よく考えたら。よく考えたら。いや、粗品はえと思ってた。本当に。粗品はえ何をしてんのよ。なんで一緒に、別に一緒に来てくれたらいいやんか。なんでなん。じゃあ、それじゃあ逆になんで誘ってくれんかった、せいやさん行くとき。あ、多分それ違ってるよな、そのエレベーターの言ってたもん。いや、そうやな。それ、その時に、あ、そういうこと、今から挨拶行くと一緒に行くって誘わんの。ほんまや。めっちゃ変じゃない。その抜け駆け系何を考えているの。あこさん、あこさんみたいに考えているの。何、あなたは何を考えているの。ほんまやな。それ変じゃない。それは変やん。いやいや、ちゃうね、俺なりに気使ってん。いや、なんか、うん、いや、なんか俺だけ、うん、なんか、なんていうの、その、挨拶、うん、まあ、俺も迷ったよ。あ、誘おうかなって。いやいや、誘いいや、それは。いや、それは俺だってよぎったよ、粗品。もうでもほんまエレベーターの前で一瞬すれ違っただけで、ここのブースにおったら、うん、あ、一緒に行くって言うけど、なんかこいつおらんなと思って、うん、でもエレベーター乗ろうと思って結構もう、スピード出てたから、歩きも正直。スピードスピード出てた歩き。俺なりに加速してたから。エレベーター前で、粗品がパッてすれ違ったけど、まあもうええかと思って。歩きに加速してた。歩きもちょっと乗ってたから、スピードも。止まらねえかった。止まらんし、ほんで。止まれるけどな。あ、ヒコロヒーに挨拶行くけど、行くって言ったら絶対行かなあかんようになるやん。うん、おー。そうそう。まあ、俺ええわ、とか。いや、あ、まあ言わんか。まあ、挨拶は、まあな、自由かなという、俺の。その、一瞬、誘おうかなと思ったけど、うん、まあなんか準備もあるやん、ハガキ選んだり。まあ、それ、それがよく、あ、でもちょ、ハガキとか、本番前にあんまさ、うん、この、いかんからさ。なるほどね。まあなんか、俺が珍しい行動を取ってるなっていうので、なんかその、抜けがけっていう気持ちはなかった、正直。あ、俺先にでも、うん、ネタ合わせ9回でしてんけど、はいはいはい、俺が先に降りて、せいやさんより10分ぐらい先にここブースおったんかな。そうね。もうだから、うん、メールはさっき選んでましたから。あ、うん、そこの配慮はちょっと、あの、嘘っぽいというか。嘘じゃないよ。メールは俺知らんもん。メール選んでたもん、そりゃ知らんがな。いや、見てないやん。いつも結構ね、畑さん。僕の方が先メール選び終わりますもんね。めっちゃうなずいてるわ。いやいや、まあ、それはまあまあ、その。だからそこもなんか、今、
まあ、確かに変な理由かなっていう。確かに。まあでもその私放送中に言ったのよ、せいやが今来てくれてね、はい、みたいな、はい、で、あのまあまあその仮によ、こう百歩譲って、まあじゃあせいやがこうちょっと変な行動を取ったとしよう、はい、まあちょっと一声かけへんかったことが、はい、っていうことやとしよう、はい、放送中にいやせいやが来てくれてね、うん、みたいな話をして、うん、はい、いやいやでも粗品は来てくれへんかったなみたいなのを言ったのよ。はいはいはい。でそれを言ってもまだの来てくれへんかったよ、ね。そうよ。12時55分ぐらい何してたやろ。ってことやんな。うん、これ別に俺なしで行くべきやん。それで言ったら。うん、確かに。いや、うん、いやチャンスはあったわけよ。朝まで生激論よこれは。いやしんどいな朝までこの話題。俺のせいというよりは隣のブースやったらよ、三四郎さんがやってるとこやったら、うんうん、全然行くけどちょっと。そう、遠いやろ？遠いし、うん、そう。タイミングが、うん、いや、その、放送中に行ったら、うん、迷惑やんか。やろ？やろう。だから俺誘わんかって。遠いから。いや、来たやん。来ただから俺は、それでも行きたいという、ちょっと強かって気持ちが。たこ焼きパーティーとかも用するからさ。あ、なんか用聞くで。そう。ヒコロヒーの名前。俺は、粗品が正しいよ。だって、あんま行かんのよ、正直今。あ、そうだ、ね。そうそう。三四郎さんも、うん、あのそういうなんていうのコロナとかもあるし、ああ挨拶はね、そうそう、だから迷って俺もほんまにどうしようかなという、なるほど。でも俺先週主導さんの言ったけどな、主導さん、主導さんの、うん、じゃあ来れたな私の、そうやな、いやまあ来れたというかさ、うん、まあ、またちゃうから抜け駆けしてる、抜け駆け、え誘ってほしかった、誘ってほしいの、主導さんの挨拶、いや、いや、そのお仕事させてもらったことあるから、主導さん、そのお礼も兼ねて言ったよ、その会ったことないでしょ主導さん、いやまあでもコンビやからね、その、まあ、確かにちょっと足並み揃ってへんのちゃう、霜降り明星、そういうこと、うん、まずはヒコロヒーの挨拶がきっかけでこんなな、あかんわこんな亀裂走るとはな、もう見えてしまった、2ヶ月後解散してしまった、君ら危ないよ、 あの次俺らマジあの次ビッグ解散、あの次続く、続くね、弱いな理由が、ヒコロヒーの挨拶誘わんかったから、危ない危ない、危惧してる、ごめんな1時半まで、うん、全然働かして全然いい、すまんな、確かに徹夜とおかげで、ありがとう、ええ、え、何何何何、いやありがとう、え、お疲れ、うわこほんまもうやめてや、その都合のいい女みたいな扱い方するほんまどこ、いやまあやめてや、とこやろやめて、そんなやめてやな、いやヒコロヒーのためを思ってよ、これ以上おったらこの、そうやね、だって変な話、お金もだってこれねとかな、どうするのか、いや別にお金なんかいらないです、松竹、うん、やのに、え松竹何や思てその、いやそんな無償で来てくれるんですか、松竹やのにってことね、芸能やのに、松竹やからこそ無償みたいなとこあるし、別に無償でもやらせてくださいみたいなとこあるよ、松竹やからこそね、松竹の劇場って、うん、大阪はどこでやってんのどこにあるの、松竹の劇場、え、あの門座ってあるよあるよ、え、松竹の劇場、あの新西橋、東新西橋の、はいはいはい、あれヨーロッパ通りやったっけ、えなんかあるやろ、あるよ、ヨーロッパ通り、そこ、そうヨーロッパ通りの場、粗品がもともと一人暮らし住んでたよ、あんないいとこ住んでたよ、そうヨーロッパ通りバーン突き抜けたところのビルの一角、スーパーあるやん24時間のフーディウムや言うて。何してんねん。松竹何やねん。嘘つけ。松竹って言うやん。くしゃみすな。嘘つけ。ごめんごめん。なんでやねん。松竹風。そんなアレルギーないねん、松竹で。そうなんや。花粉やん、花粉。え、ずっと聞きたかったんやさ。ずっと聞きたかった。ごめんな。この際、松竹の方とあんま喋ることないからさ。松竹の方あんまないですね。松竹の方。いや、ヒコロヒーとして喋って、うん。なんていうの、松竹ってもう昔から由緒正しい松竹映画。はい、はいはい。そうやな。松竹の、もう、歴代で言ったら多分、甘美先生とも松竹じゃん。ああ、そうそうそう。そうやんな。甘美先生とかの。松竹喜劇ね。そうやんな。うん、松竹喜劇とかも一世風靡。はい。その、松竹芸能と、そういう映画とかそういう大衆演劇、喜劇の、すごい松竹とはまた別な。うん、別やねん。これでもグループは、グループは一緒。松竹グループっていう大きいグループやけど、その母体やな。その松竹映画とか歌舞伎とかの方は、はいはい、なるほど。まあ一つ、一つ上。松竹芸能は芸能で、まあ子会社みたいな。甘美先生とかも別に後輩じゃないってこと、そう、全然違う、うん。私の上には TKO さんとか。あ、なるほどね。よい子さん。え、TKO さんって、え、木下さん松竹今。すごいこと言ってる。木下さんの話してる、はい。木下さんは松竹抜けたよ。抜けたよな。抜けた抜けた。うん。今フリーで多分活動してはる。そうやな。うん。
じゃあ直属の先輩じゃないってこと？木下さんは違う。木本さんは直属の先輩。あれペットボトルほんまなんあれ？すごいこと言ってる。すごいこと言ってるよ。もう大どんねん返しないやん。違う違う違う。あの子久しぶり。いや嬉しい。いやいやほんまっすよね。飲み屋って飲み屋ちゃうねん。いやあれほんまってな。週刊誌で見たけどほんまちゃう。ほんまってないねん。ほんまは嘘ちゃうあれ。いやないやねん嘘ちゃう。嘘やったらえぐいで木下さん。はめられたんじゃないの。木下さん、どうしよう。篠宮さんが嘘ついてるってこと、お前の見解で。おじんおずぼうの篠宮さん、信じられへんねんな。なんでやねん。いや、そんなやつおらへん。投げ方とかはあるやつおらへんねん。投げ方はあると思うよ、その。え、オーバースローやった。え、その、うん、アンダースローやった。だから今さ、私とせいやが今横並びで喋ってるやん。はいはいはい、結構距離近い。はいはいはい、人一人分挟んで空いてるぐらいやろ、今私たち。はいはいはい、この距離を。あー、じゃあ別にふざけてえーって感じじゃない。ふざけてえーって感じじゃない。もう本当に人を殺そうという気概で投げてた。そんなことないやろ。いやお前はお前で木下さんに迷惑かけんなよ。いやいやいや、ほんまなん。いやほんま、木下ちゃんもう、うん、何が木下ちゃんやねん。木下チャンネル、木下チャンネル、何がやねん木下チャンネル。お前関係性ないやろ木下さん。ないです。俺がちょっと仲いいからややこしいね。あ、そうなんか。お前アリコンさんも木下さんも俺が仲いいからちょっとややこしいね。お前がいじるとき。ほんま？いやほんまほんま。篠宮さん。なんで篠宮さん信じられへんね。そんな何があって篠宮さん。アリコンさんは嘘やんなあれ。アリコンさんの。お前やろ。めっちゃほんまやろ。丸岡さんが嘘ついてる。そんなことないよ。バイキング見てへんのお前。丸岡さん嘘つかへんよ。見られんか。泣くで。松竹か。だからその周りに、そう、おじんおずぼさんも松竹やんな。そう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 。結構松竹やめてはらへん。めちゃくちゃやめてるよ。だからもともとさらばさん、さらば青春の光さんもいたし、Aマッソもいたし、おーそういう、きつねさん。うわー、そう。きつねさんもやめはったん？きつねさんももともと松竹。え、やめはったん？やめはったよ。化けた。化けた。どこに化けた？化けた。ホリプロコムに化けた。そうそうそう。はい、うん、ユンボダンプさんもやめた。そうそうそう、ユンボダンプさんもやめたし、エレキテル連合さんももともと消滅。そうなん。そうなんや。だからもうやめたら売れるというような事務所。パワーを貯めるような、ね、アルミカンさんは？アルミカンさんいらっしゃるな、まだ大阪松竹で。なんでアルミカンさん知ってんの？アルミカンさんを一番尊敬してる。大阪賞レースだって常連やったで。うん、ああ、そうかそうか、うん、そうか。え、チキチキジョニーさんは？チキチキジョニーさんはもう松竹の土に骨うずめてはるな。もう出てこられへん。チキチキジョニーさんな。出てこられへんだあんなもん。チキチキジョニーさん懐かしいね。ザ漫才な、うん、出てたな。おザ漫才ね。すごい、いきなり来たからバーンって。そう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 。わ、俺昔さ、うん、ヒコロヒー知らんかもしれんけど、何何、うん、昔子供の時さ、うん、お小遣い400円でさ、うん、もう中1か小5ぐらいかな、小5ぐらい、うん、400円のお小遣いで、うん、全部松竹が出したわけわからん漫才マシーンにお金払ってたよ。何知らん？ゲームセンターの、ゲームセンターの突っ込みの達人みたいな。松竹の社員さん、何だそれ。あれ好きやってん。知らんお前。知らん知らん。100円入れたら分かるで、漫才師選べて、なんか、漫才できんねんな。そうそう。横山隆史博さんとか。はいはい。あ、師匠クラスなの。師匠クラスから、いやでも、松岡さんもおるし、シンデレラエキスプレスさんとか選べんね。選べるな。選べるな。通天閣の歌出してはる人ね。シンデレラエキスプレスさんとか、オジン・オズボンさんとか、はいはいはい、100円で、その、いいとこで突っ込んだら、うん、ほんま人形やねんけど、横におんの、うんうんうん、人形になんでやねんとか言ったら、ほんまに、バーンってアイテム落ちきて、たらいとか。あったわ、ハリセンとか。あったあった。で、最初炎がブワーって溜まったらめっちゃゲージ開かなって、うんうん、ダブルツッコミっていうの出てきて、バチーンって、後頭部と、あった。そう、胸板をバチーンって押すねん。うん。俺、それのゲームセンターの記録持ってたからな。地元の記録？やりすぎて。松竹の申し子やん、じゃあ。申し子やった。何吉本おんのお前。なんであれ吉本出さんねやろな。あれおもろいな。あの漫才マシーン。なんだ、それどこにあんの？ゲーセン普通の？ゲーセンもあったし、当時100、なんか、なんか遊び放題みたいな、うん、流行ったやんか。遊び放題？何それ遊び放題みたいな。覚えてない。流行った。遊び放題？ちょっと入ったら、スポッチャの前身みたいな。ああ、なんか、そう、アミューズメントパーク。アミューズメントパークみたいな。あそこに用あってん。で、俺、その、一回入ったら24時間遊べるみたいな。うん、うん、24時間。だからずっと12時間ぐらい、松竹のその。12時間やってた、松竹の。すごいね。あれ、ちょっと復活させてくださいよ、社員さん。ええわ、社員さんに。いや、現場マネージャーでどうこうできる話ちゃうねん。あれ好きやったんよ。え、のろしさんって元気なん？のろしさん。
ここでなんでさ、ちょっと待って、なんで粗品のさ、松竹師匠、少年少女さん元気吉本さんやろ、少年少女さん。あ、間違えた、光ゴケさんも元気。光ゴケさん、こちらね。おったけど、え、光ゴケさんを解散してない？いや、解散してるよ。うわ、のろしさんも、のろしさんも懐かしい。解散してるよ。マス金魚やってるやろ、もう解散してんねん。あ、解散して、あ、もうやめはって。ピーマンズスタンダードさん元気？もちろん解散やん。いい加減にしろ。あんなおもろかったのに。もちろん解散やん。解散しはったんよ。解散しはってんやん。あ、そうか。恋愛小説家さん抜けたんか。抜けて、うん、今、そうそう、シンプルさん。そうそう、シンプルさん。松竹の人あんま絡みないけどな。もうめちゃくちゃ抜けるからね、みんな。ほんで何を、うん、隠そうというか隠す気もないんだけど、どうしたん？俺人生で初めて会った芸人のこのおるやろ、みんな人生で子供の時初めて、何笑ってんの、ヒコロヒー。何何何、初めて会ったこの俺を、石川聖也という姓を受けて兵隊まで育って、このもうすべてものを知っていって、うん、8歳ぐらいに初めて会った有名人が高山宏師匠やからな。あ、何を、松竹の師匠やからね、一発目実は。NGK の前でしょ。あ、そう、たまたま会ったって。たまたま松竹の。へぇ、めっちゃ。松竹の申し子に。松竹の申し子やね。松竹の申し子の、そう、今でも覚えてる。お疲れ様ですって言って。うん、ね、え、松竹の申し子って何、ほんで。松竹の。お疲れ様ですって言って。うん。元気な子やなぁって。あんな感じやな、ほんま普段。いや、そうそうそう、普段からね。広志師匠は、昔、通天閣っていう、通天閣劇場。高志師匠か。高志師匠。お坊ちゃまの方は高志師匠。高志師匠。高志師匠よ。高志師匠、すごい地下に劇場があったのよ。うん、あった。そう。で、その、ちょっと前に喫煙所があって、うん、まあ、そこにこう、師匠があったとかもタバコ吸ったり、まあ、うろうろするようなところがあって、うん、そこからこう、地下に入る階段を降りるときに高志師匠が、うん、まあ、防空壕みたいやなって言いながら入っていったのは聞いたことある。話やねん。その思い出は今ちょっと思い出され示されて、年代を感じさせるトークですね。感じさせられました、ね、くぐらんと頭当たるんだよ。うわ、一回行ったな。え、なんで？映画の試写会イベントみたいな。そうそう、プレデターの。あ、最近？そう、うん、まあ最近でもない、3、4年前やけど、はいはいはい、でプレデター役が香港さんやったな。そう、香港さんが、お、香港さんこんなやったら怒られるかもしれないけど、違うとこで、香港さんが初めて会った時に、めっちゃ、なんか、いい感じに接してくれて、お前らどんな仕事でも頑張れよ。いや、めっちゃ優しかったんですよ。ほんで、お前ら次会う時はまた、頑張らなあかんと、こういう俺らみたいに、この、一個一個やぞ、みたいな。下売りまた会えるの楽しみにしてるわ、みたいな。めっちゃかっこええ。次、地下のプレデターであって、特殊メイクみたいな、させられて。お久しぶりですって。おう、さすが。久しぶりやな。さすがや。さすが。触れてたやつ。いや、ごめんな。1時半までな。いやいやいや。まだ帰らへんよ、私。いいね。うん、いいね。いやいや、もう。いや、ヒコロヒと飲んでもマジでこれやのよ。これやのよ。うん。この、俺らが、確かにそうやった。思ってるより、うん。これ2倍、3倍、追ってくれるというか。だってこいつ、ほんま1回さ、うん、全然コロナ前やけど、うん、どこやったっけ、あれ。何何？焼肉みたいに食ったよな、なんか。焼肉？あったやん、東海オンエアの。あー、はいはい。言ってたな。そう、りょうくんとかと行って、ヒコロヒも読んで。言ってたな。んで、その後に、ちょっとだけ、飲もうか、みたいな。はい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 。家で飲んで、ね、ほんで、結局3、4時まで飲んで、うん、ほんで、その次の日の仕事何時入りやったっけ？ 4 時。4時やで。え、え？あ、16時。違う。え？AM4 時。ストレートイン。そのまま。何の仕事？まあなんかちょっと芝居のお仕事。すごい。こいつのすごいやん。いやだからそのお笑いの仕事やったらまた別ですけど。おう、まあその、まあ、お芝居やし。そうそうそう。DVD 出すねんな。あ、そうです。芝居もあかんやろ。芝居もあかんやろ。まあお芝居。さらっと。デラックスさんとかやったらそのもうのそんなことありえへんけど。いやいや、そのお芝居の仕事なんて別に。デラックスさんって、それマツコデラックスさんやそれ。デラックスにさん付けしたらマツコデラックスさんやから。デラックスさんね。うん。うん、ダウンタウンデラックス。すごいなそれ。いや、ヒコロヒー大体ね、もうほんまにこっちがもう帰るって言っても、なんかこの、すごいよな、そこ。いやでも、こラジオはな、まあ確かにね、帰ってほしい。まあ帰ってほしいかどうかさっき聞こうか。まあ、そこやから、なんかその、うん、これ嫌やね、なんか友達とかにさ、いや、俺はいいけど、お前のためを思って先帰りや、みたいなのを。はいはい、そうそう。うん、エゴさして一回。え？
ほんで、その反応を見て、俺らは別にさ、はいはい、まあ、いてくれても楽しいし、いやいやまあ、気使って帰っていただいてもいいので。松竹の話で聞きたいこといっぱいあんねん、俺。なんであんねん。そうそう。だから、うん、この、リスナーが、喜んでたらいいよ。あ、じゃあ、俺調べて、そう。一件でも、ヒコロヒー長いっていうのがあったら、ちょっと、考える。一件はあるやん。三件にしようや。いやいやいや、三件。ほんまに帰りたくなさそう。三件。スリーアウト、うん、ザジーがね、そういう感じなの。うわ、嫌や。帰ろ帰ろ。帰るわ帰るわ帰るわ。ザジーは、その、ノープランで来るから、めっちゃ腹立つね。何お土産のトークもなくという。え、何ザジーは普通に来るってこと？なんか、来たがりというか、ユーミンさんのラジオの時に一回。あ、そうなんや。ノープランで来てんけど。こいつはちょっと先週からザジーと揉めてるから。はい、単独で滑らされたっつって。ほんまはめちゃくちゃね、美味しい思いしてんのに。うん、あ、そうなんこいつは一方的に悪いね。全然。ほんで世には出てんけど、昨日の収録でもバチ揉めしました。ザジー。なんで世には出てへんって。まだ世には出てへん。あ、そうなんバチ揉めしてんの揉めてるかな。あんな仲良かったのに。まあ仲もいいんですけど、じゃあ、ヒコロヒーその、俺らが今回読んだから、まだザジーとちゃうねんけどな。あ、無理やり読んだし、ね、で、なんか、話もしてくれて嬉しいねんけど。いやでも私もシルエットとかちょっとザジーに似てるからな。あんまりその、これ以上共通点増やしたくないのよ。ザジーが珍しいね。あ、ザジーが珍しい、ね。お前が普通へ。あ、ほんま？じゃ、ちょっと今調べました。いややな、うん、上から。うん、リという、シム。言う。名前も。名前も言っていくスタイル。これ犯罪？言わんでもええんちゃう。犯罪っすか？犯罪なんすか？犯罪ではないけど。犯罪っすか？まあ言わんでもええんちゃう。重く受け止めるね。犯罪？この送ってくれてるやつとちゃう。俺犯罪した？俺犯罪した。犯罪はしてない。え、ヒコロヒー俺犯罪した？いや、なんでわしにくくないわしに。霜降りとヒコロヒーさんの絡みずっと聞いてられる。ああ、ええやん！めっちゃええやん。ヒコロヒーと霜降り明星、いいな。お、いいやんか、いいやんか、いい調子よ。まだいてほしいな、霜降り明星とヒコロヒーのトークもっと聞きたい。映画の。ええやん。ちょっとヒコロヒー嫌いで調べてみようか。なんでそんなことすんの？いや、そう別のツイート出てくるんですよ。一応ね。そう、別のツイート出てくるよ。一応な。このオールナイトニッポン関係ないやつ出てくるよ、多分。嫌いっていうやつおるけど、うん、全く気持ちわからんわ、とかね。ないやろ、そんな。なんでつぶやくねん、そんな。わけわからんこと、いきなり。そういうのあるよ、でも。ほんま？うん、どう？ヒコロヒー。スペース嫌い？嫌いなんだよな。うん、今日はパスするわ。え？やって。オールナイトニッポン？いや、3日前です。何やねん。3日前。何やねん。3日前何やった？あ、5時に夢中ね。5時に夢中の方。5時に夢中。5時に夢中の方は。5時に夢中でそんなん言う人おるんか、うん、あんなほんわかした番組で。ヒコロヒーパスされたんかな。いや、でも好評や。ヒコロヒー会。ありがとう。ヒコロヒー長いで調べてみようか。ちょっとな。あ、なるほど。これは、相談なんですけど、霜降り明星のオールナイトニッポンだけ、何スペシャルウィーク今週にしますみたいな行けるんですか。あんま行けへんやろ。前倒しできるみたいな。あんま行けへんやろ。野上さんダメ。なんで？あ、それ犯罪？ヒコロヒー。犯罪？ヒコロヒー長い。ヒコロヒー顔長いってのありますね。いや、顔長いはええやろ。関係あるへん。顔長ないし。顔長ないし。あ、でもね、うん、ヒコロヒー長いってのはね、2件、あ、まあ、2件です。まだ。あ、少ないな。はい。少ない少ない。まあでも2件でもあるっていう事実に意外かもしれへんけど、うん、私今傷ついたから変えるわ。すごい意外。変えるわ。意外やな。意外やな。いや、でもまあ、おおむね好評ということで。おや、好評。ありがとう、ヒコロヒー。いえいえいえ、ごめんな、急に呼び出して。全然全然。いや、明日早いやろ。いや、まあまあまあ、だから、福田真紀と大違いやったっていうことだけでもね、こう、伝えることができたらよかったよ。おおむね好評ということで。いや、福田さんのやつも好評やったから、めちゃくちゃ。好評やった？あ、ほんま？あれも好評やったよ。好評か。福田さんそんなやったらまた怒るから。いや、やばい。いや、やばい。ああ、やばい。仲ええやろ、めちゃくちゃ仲いい。だから性格知ってるからね。また怒っちゃうね。やばい。帰ろう帰ろう。ヒコロヒーと福田さんでまたゲスト呼ぼうや。そうやな。え、そんなんしてくれんの？だ、3時のヒロインの回、俺らミスったから。うん、ミスって俺ら。で、奏で取り返そうとして、奏で一人の回もミスったから。それそう。だから、すごいやん。3時のヒロインに、今迷惑かけた状態で終わってんのよ。三ヒロな。そう。え、なんだ、別で奏ちゃん読んで。そう。そこ取り替え、奏読んで、徐々に夢っち、福田さんってなって、なんかまた、盛り上げようと思ってんけど、うん、奏で失敗したから、たどり着かんが、まあでも、変な服とかも着てきたからな、奏は奏で。なんかメイド服みたいな着てきて。ちゃうけどなとか。ちょっと滑ってたんやん。確かにな。明日なんなん、ね、仕事。明日何でしたっけ、明日はでも撮影。はい、撮影だけです。
いや、何の撮影？何の撮影？ YouTube の撮影やから全然大丈夫。なんか金借りてんねやろ、せいやから。あ、金借りてる、60万ね。で、おでか。60万貸してもてるわ。まあ、確かにな。そうそうそう、でかいな。うん、確かに。ほんで、YouTube もな、楽しく撮影したんでしょ。ああ、金貸しチャンネルやろ？金借りチャンネルね。金借りチャンネル、うんうん。いや、こいつのもう一個のやつ知ってる？もう一個。何？岩場の女っていう。ああ、岩場の女？うん、岩場行って、ただただこいつがなんか、語るみたいな。喋、うん、んねん。喋んねん。でもそのヒコロヒーのとか何にもついてないね、うん。もう、ただただ、岩場の女。岩場で女が喋ってるだけで、うんうん、もう再生回数もな、なんか1000回とか。そう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 。気づかれたくないからね、あんまり。え、なんなん？え、正解は1年後の企画をやってる。一人で。ずっと伏線張ってるわけちゃうのよ。え、それ。ほんで、その、いわば結構遠いやん。うんうん。何本撮りしてんねんやったっけ。16本撮り？撮るね。16本撮りもしてたっけ。うん、撮るね。そんな撮ってんねん。16本撮り。1日16本撮り。1日16本撮り。すごいね。うん、16本ありがとうな、ヒコロヒーすぐ帰らそうとする追ってくれや、ヒコロヒータイミングあれかな今日なんかあれなんでしょコーナーがなんかいろいろあるんでしょいつもあんねん大体いつもラジオっていつもあるからねあとあれ何あれ聞いたよ粗品がお休みの会のせいや一人でやったやつあ、そうや、言ってたそうや、そうやモノマネされてたねヒコロヒーのモノマネだけ滑ってたからな、はい、ほんまいい加減にしてそれ前も言ってたな、うん、ほんまにほんまにそうで聞き直してん、うん、ちゃんと、うん、ほんまにヒコロヒーってことだけ滑ってたほんまに滑ってないからびっくりした聞いたそしな聞きましたよヒコロヒーのとこだけ滑ってたやろえヒコロヒーのモノマネなんかしてたっけえ滑ってるやないかそんな記憶にも残ってへん滑ってるやないか滑ってるから滑ってるからやねんまたなうんまたバイバイヒコロヒーありがとう、はい、ありがとうなじゃあねごめんな急に、はい、ありがとうバイバイありがとうバイバイほんまに帰んねや帰る帰るありがとうなありがとうあ、この感じでその、あれなんや。変えるんや。変えるとこまで音繋いでてくれんのや。いや、そうよ。もう。そうなんや。それはな。そうそう。そらプツって切れへんよ、カットアウトで、うん。なんかでも、スタッフさんたちがさ、結構さ、うん、ちょっといすぎやな、みたいな顔してる感じすんのよ。いや、ないないない。なお前、そんなことないんだ。なんかこれ、ほんと大丈夫みたいな顔してる気がすんねんな。いや、それ、松竹病やで、お前。松竹病うん。その、ヒコロヒーいつも言うのよ、それ。いや、だからなんか私、こういうスタッフさんの顔見れば見るほど、逆行きたなるから、やっぱ一回もう一回座ろうかな。二角師匠の話させてー今日はな。二角師匠の話させてー今日はそれしたくてたまらんやろ。バイバイそうそうそう、まね、ヒコロヒーありがとう、ま、ほんまにありがとう、はい、ありがとうバイバイありがとうなヒコロヒーマジでありがとう、うん、全然全然またな、ね、またゆっくり帰んねやバイバイもうええってありがとうないやヒコロヒーありがたいね来てザズィと大違いやでほんまやなおほんまやなってザズィと大違いやほんまによう盛り上げて帰ってくれたわ。いや、ザジーもめちゃめちゃ盛り上げてくれてる、お前の人生を。どこがやねん。昨日すごかったから。ザジーの件で。いやいやいや。ご、じゃ、でも、ほんでも、来てくれた。スペシャルウィークひ、だ3時のヒロイン、ザジー、ヒコロヒー、ほんで、河原社長。なんてな。河原社長もったいないわ。喋る時間短いやろ。ここにもおったら。オペラだけやってもらおう。いや、夢っちと河原社長。あわんのちゃん。かなでの変な服事件あったな、確かに。変な服着てた。そういうことちゃうね、かなで。いや、おもろがってたんは。せっかくなぁ。まあまあ、いい、ありがたいんですけどね。ありがたいですね。ヒコロヒーありがとうな。ありがとう。
ー